よし。エリー、ちょっといいかな。返事がない。寝てるのか。いや、それにしては気配がないな。すまない、開けるぞ。いない。どこに行ったんだ。ちょっと探してみるか。ロイド？ああ、どうしてわかったんだ。なんとなくかな。なんとなくだけど、あなたが来るんじゃないかってぼんやり。そっか。なんとなくだけど、あなたが来るんじゃないかってぼんやりと思っていた。そっか。綺麗だな。あっちに見えるのは IBC ビルか。多分大陸全土を見回してもこの町ほど夜景が綺麗なところはないんじゃないかしら。だけど町の明かりが増えれば増えるだけ星の光は見えなくなる。エイドスの慈愛の証たる清らかな星の光は。エリー、昼間のこと覚えているでしょ。ルバーチェ、ヘイユエ、そしてダドリー捜査官が言ったこと。てめえらが何をしようが、このクロスベルの現実は変わらねえ。まして俺たちをどうこうすることなど不可能ってことをな。あくまでビジネスの競争相手としての話ですよ。クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか。この正義が守りきれない街で一定以上の秩序を保ち続けること、殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の情報機関から可能な限り人と社会を守ること、その苦労がお前たちに分かるのか。あれがこの町の闇、クロスベルという自治州の真実よ。帝国と共和国の狭間で生かされ、誇りも持てず嘘と欺瞞にまみれ、諸外国から集まる富によってかりそめの繁栄と享楽に溺れる。誰もがそれを仕方のないことと諦め、日々の忙しさに追い立てられる。私たちはそんな町で生きている。そうか、エリーは諦めたくないんだな。父と母がいたの。こういう言い方すると亡くなっているみたいだけど、二人とも今も元気よ。もっとも離婚してそれぞれ帝国と共和国で暮らしているけど。そうなのか。父はもともと共和国の人だったの。この町に来て母と出会い、マクダエル家に入ることで政治家としての道を志した。そして議員になってすぐにこの町の歪んだ現実に気づいた。正義感の強い人だったから何とかしたいと思ったんでしょうね。何年もかけて粘り強く様々な改革案を打ち出していった。すごいな。うん、結局父の改革案は潰された。
帝国派、共和国派、どちらからも排斥される形で。信じていた同志に裏切られ、友人を亡くし、性的にあざけられ、祖父もクロスベル市長という中立的立場から父を助けられず、父はクロスベルそのものに絶望してしまった。そして議員を辞め、妻子と別れてカルバードに帰る道を選択した。母は父を引き止められず、かといって幼い私を連れて父についていくこともできず、そして離婚が成立して父はいなくなってしまった。母は父を恨んだみたいだけど、やっぱり愛していたんでしょうね。父のいないクロスベルに住むのが辛くなってしまったみたいで。そして私は祖父に引き取られることになった。私が政治の道を志そうと思ったのはその時からよ。別に父の仇を取ろうとかそういうつもりじゃなかった。ただ納得いかなかったの。あんなにも幸せだった家族がなんで壊れてしまったんだろうって。祖父の助けもあって、私は各地で留学をしながら政治、経済などを学んでいった。でも勉強すればするほどクロスベルの置かれている状況は困難なものであることに気づいたの。結局は帝国と共和国、この二大国の持っている重力にあらゆる正義と利害は絡め取られ、歪みを余儀なくされてしまう。私は壁にぶつかった。壁か。ええ、父もそうだったけど、祖父も感じているであろう壁。ねえロイド、クロスベル自治州の政府代表って誰だか知ってる？それはマクダイル市長じゃないのか？ううん、正確にはクロスベル市の市長と自治州議会の議長の二人よ。つまり今だとおじい様と帝国派のハルトマン議長という人がクロスベル政府の共同代表なの。これは自治州法に定められているわ。そうか、不勉強だったな。でもどうしてそんなややこしい体制になってるんだ？決まっているわ。同格の代表が二人いたら政治改革が起こりにくいからよ。そんな、いやでも確かにそうなるのか。ええ、トップが二人いた場合、どちらかが改革を起こそうとしてももう片方が必ず足を引っ張る。これはもう政治力学としてそうなるのが歴史の必然なのよね。70年前、帝国共和国双方の承認を受けて創設されたクロスベル自治州。その時自治州法を定めたのは両国の法律家だったそうだけど、今にして思うとまさに呪いね。私は途方に暮れてしまった。政治の世界にそのまま入れば
その呪いに必ず蝕まれてしまう。だから父とも祖父とも違う別の切り口が欲しかった。それが警察だったのか。ええ、政治とは別の視点で様々な歪みが観察できる場所。そこでの経験はいずれ政治の世界に入った時の武器になると思った。父が失敗し祖父が成し得なかったクロスベルの改革、それを実現する手がかりになるんじゃないかと思ったの。そうか。でもやっぱりそれはただの逃げだったのかもしれない。今日あった出来事はどれも予想の範囲内だったけど、想像以上に重たく冷たかった。それを突きつけられてまたしても途方に暮れてしまった。結局私は自分一人では何も成し得ないのかもしれない。父と母に見捨てられた幼い少女のままなのかもしれない。それでいいじゃないか。え？エリーはさ、完璧すぎるんだよ。全て自分が一度も失敗しないでやり遂げる必要がある。そんな風に思ってるんじゃないか。そんなことは。確かに今日はいろいろとへこまされることが多かった。でもそんなのは働いてれば当たり前のことなんだ。そして今日乗り越えられなかった壁は明日には乗り越えられるかもしれない。壁？この場合の壁ってのは脅迫状の事件のことだ。一家が出張って俺たちの手を離れかけているこの事件、できれば一家とは別に独自に動いて追ってみたい。でもこれ以上私たちができることなんて。一家は一家で大したものかもしれないけど、それでも警察の論理でしか動いていないのは確かだと思う。ひょっとしたら別の切り口で事件が終えるんじゃないか、そんな気がしてきたんだ。ロイド。そう、さっきエリーが言った話に似ているだろう。これでもし俺たちが大金星を挙げることができれば、エリーが目指そうとしていることだって決して不可能。エリーが目指そうとしていることだって決して不可能じゃないんじゃないか。もちろん今回の事件とクロスベル全体の大きな問題は一緒にはできないかもしれない。でも俺たちに必要なのは壁を乗り越えるための力だ。こういった小さな壁を一つずつ乗り越えていければ、いずれ巨大な壁を乗り越えられる力だって手に入れられ、いずれ巨大な壁を乗り越えられる力だって手に入れられるんじゃないか。この2ヶ月一緒にいてなんとなく分かった。あなたもまた私と違った悩みを抱えている。それなのにどうしてそんなに前向きでいられるの？
俺は、そうだな。目指している人がいるから、前に進めているのかもしれない。それはそれで、問題なのかもしれないけれど。そう。でも私は、あなたほど強くないみたい。少し疲れちゃった。本当は昔のことなんて話すつもりはなかったの。でもなんだか耐えきれなくなってしまって、このままじゃ本当にあなたたちの足を引っ張るかもしれない。だったらいっそもう。エリー、俺には、俺たちにはエリーが必要だ。射撃の腕、交渉センス、政治経済の知識とバランス感覚、この街を相手にするにはどれも必要不可欠だと思うんだ。違うな。それも確かにそうだけど、そんなことよりも前にエリーがそばにいてくれたら、俺はそれだけで嬉しいんだ。バラバラな俺たちだったけど、この2ヶ月で呼吸も合ってきた。忙しい毎日に翻弄されながらも、食事当番なんかも決めたりして、お互いの得意分野に関してはもう何も言わずに信頼できるしな。そんな仲間がいるっていうのは、それだけで嬉しいもんじゃないか。俺たちは若造だ。世界を甘く見るにも絶望するにもまだ早すぎる。力を尽くしてやれることをやって、何度でも諦めずに挑戦して、それでもダメならその時はみんなで考えればいい。俺はもちろん、ランディもティオもきっと力になってくれる。ああ見えて課長だっていろいろ根回しをしてくれているし、サイトなんていう変わった助っ人も来てくれたしね。エリー、君は一人じゃないんだ。一人じゃない。当たり前のことを私は忘れていたのかもしれない。ありがとう、ロイド。私自身の問題は簡単に解決するものではないけど、それでも少し気が楽になった気がする。
臭いのは承知してるよ。でもびっくりしたって？だって私が必要だとか、そばにいてくれて嬉しいとか。てっきり告白でもされているのかなって。え？いや別にそんな意味じゃ。あら、私なんか告白する価値すらないっていうことかしら。そうじゃなくて。ああもう、エリーからかってるだろう。お返しよ。でもあなた、ちょっと気をつけた方がいいわね。天然っていうか、すごく女たらしなところがあるから。ちょっと待て、ランディならともかく、なんで俺がそんな。自覚がないところがまたたちが悪いというか。まさかあんな言葉だけでこんなに気分が変わるなんて。ねえ、何でもありません。その課長への報告を任せてしまってごめんなさい。脅迫状の捜査だけど、何かプランはあるのかしら。いや、今のところは。ただ結局のところ、全てはインの狙いだと思う。それを探る糸口がないか、明日みんなで話したいかな。分かったわ。おかげで今夜はゆっくり休めそうな気がする。お互い頭をすっきりとさせてミーティングに臨みましょう。以上が今週の成果です。連中が投入してきた軍用犬がインドのさえいれば、戦力面での不足は補えるのではないかと。わかりました。市内での体制はこのまま継続。あとはそうですね、アルタイル市に派遣した人員を半分ほど呼び戻してください。承知しました。それではツァオ様、お休みなさいませ。ええ、お疲れ様。困りましたね。長老方の助けを借りるのはさすがに後が怖いですし。やれやれ、インドのがもう少し協力的だと助かるんですが。契約分はきちんと働いているつもりだがな。おお、いらしてたんですか。いやはや、失言でしたね。わざと聞かせたのだろう。相変わらず食えない男だ。いやいや、あなたほどでは。ところで今宵はどのようなご用件で、軍用犬への対処をする気になっていただけましたか。あの程度、お前の部下どもで何とかできるだろう。私が相手をするのはガルシアをはじめとするルバーチェの主力のみ。そういう契約だったはずだ。やれやれ、釣れないですね。何やら
アルカンシェルにこだわってらっしゃるようですが、ここの警察はなかなか優秀だ。こちらへの面倒ごとは困りますよ。心配は無用だ。それよりも特務支援課どう感じた？要件というのは彼らについてでしたか。そうですね、興味深い若者たちでしたよ。特にリーダーらしきロイドさんがいいですね。自分の力不足を痛感しながらもひたむきに前に進もうとする。勘も悪くないようですし、なかなか好みのタイプです。お前の趣味は聞いていない。他のメンバーはどうだ？これがまたなかなか興味深い面々でして、マクダイル市長のお孫さん、相当な政治センスをお持ちのようで、参謀役と言ってもいいでしょう。エプスタイン財団の娘さん、魔道場そのものも興味深いですが、特殊な資質を持っているようです。そして赤毛の彼はこれは私の勘ですが、我々と似たような匂いがしますね。なるほど。しかしどうしてまた彼らに興味を？何？少々試したくなってな。この私の院の依頼を託すのにふさわ、この私に院の依頼を託すのにふさわしい相手であるのか。でもそれはおかしいわ。今回一家が出てきたのはあくまで結果でしかない。リーシャさんが気を利かせて私たちに頼まなかったら表に出なかったわけなんだし。確かに。となると一家の目を欺く陽動っていう線はないか。そもそも院の存在を知っている人間は誰なんだろう。そうね、雇い主であるヘイユエは当然として、やり合っているルバーチェと同行を追っている捜査一課、あとはルバーチェと関係のあるハルトマン議長も知っていそうね。ハルトマン議長って昨日も言っていた？ええ、帝国派のリーダーにして議会を牛耳っている大物政治家よ。多分ルバーチェ最大の後ろ盾と言ってもいい存在ね。ちなみにおじい様の改革案はほぼ全てこの人に潰されているわ。そうなのか。名前くらいしか知らなかったけど。そうなると院にとっては逆に敵対勢力になるってことか。ええ、関係は薄そうね。ティオ、ランディ、どうしたの？キツネにつままれた顔をして。いや、だってな。エリーさん、今日はすごく元気ですね。ごめんなさい、昨日はどうかしていたわ。でも、もう大丈夫。足手まといにはならないから。だからエリー、足手まといなんて言うなって。むしろ俺たちの方がいろいろ助けてもらってるんだからさ。今だってほら、エリーがいると推理もはかどって助かってるし。そうかしら。怪しい。怪しいです。ちょっと。そういや昨日の夜、屋上から話し声が聞こえたな。ひょっとして。なるほど。
おめでとうございますロイドさん。いや別にお祝いを言われるようなことはしてないぞ。そうよ、ただちょっといろいろ話したっていうだけで。なるほど、いろいろね。で、どこまで行ったんだ？ランディ！ちょっと、ティオちゃんもいるのに。どこまで行った？ああ、お付き合いの過程でいろいろな段階を踏むという。いやいや、ないから。ヒュー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 、いい加減にしなさい。はい、まったく、俺とエリーの関係を疑うなんてそんなのありえないだろ。そもそも釣り合わないっていうか、そんな雰囲気にならないっていうかな、エリー。あれ、おいおい、踏みましたね。そうね、そうよね。ただお話ししてつまらない相談に乗ってもらっただけだものね。ええ、そんな甘い雰囲気には全くもってなりませんでしたとも。釣り合わないってのは、俺がエリーには似合わないって言ってるだけで。ギロ、すみません。まあなんだ、元気が出て何よりじゃねえか。ここであるのは間違いないから。だからみんな改めてよろしくお願いします。エリーさん。お嬢のツッコミがないとやっぱり閉まらねえもんな。ツッコませているのはあなたたちが原因でしょう。まあそれはともかく、捜査方針だけど結局どうしようかしら。そうだな、他とは別のアプローチでインに迫ると言ってもいろいろ切り口があるので逆に迷ってしまいますね。こうなったらあれだ、カルバードの東方人街に出張しに行くってのはどうだ。少しはインの手がかりもつかめるんじゃねえか。それは盲点だったな。でも外国に出張なんて、そんなの許されるのかしら。支援課の範疇から外れそうな気がするし、なども掴めるかもしれませんし、ただ昨夜調べたばかりなので追加情報はないかもしれませんが。そうか、ま、やらないよりマシか。どうしたんだ？
珍しいですね。動力メールは届いているみたいです。動力メール？確か文章だけの情報を端末に送るものだったかしら。はい、すごく便利なのに警察では使っている人がほとんどいないみたいで、キーボードが使える人がまだ少ないせいでしょうね。なるほど、確かに俺も使えないしな。それより誰からなんだ？今開いてみます。なんだ、一体誰から？これは。おいおい、何のいたずらだこりゃ。ティオちゃん、このメールはどこから？警察本部ではありません。わかりました。クロスベル国際銀行、通称 IBC です。どういうことだ？ IBC っていや、大陸中からミラをかき集めてる銀行だろう。なんでそんなところがこんないたずらを送ってくるんだ？私に聞かれても。でもこのメールは間違いなく IBC の端末から送られています。誰が送ったのかまでは分かりませんが。もしかしてインが IBC に潜入しているとか？正直ありえなくはないわね。それにIBC ビルには外部の会社もいくつか入っているわ。確かエプスタイン財団の事務所もあったんじゃないかしら。ええ、知り合いがそこで働いています。ですがどうやらこのメールは IBC のメイン端末から送信されているみたいですね。外部の会社が関わっている可能性は低いと思います。直接聞いてみるしかないか。なるべく一家には内密に捜査を進めたかったんだけど。さすがに身分を明かさないで聞いてみるのは難しそうだな。ま、余計な横やりが入る前に動いちまえばいいんじゃねえか。ひょっとしたら内密に調べさせてもらえるかも。どういうことですか？私の友人にIBC の関係者がいるのよ。その人のお父様に事情を話せば力になってくれるかもしれない。そうだったのか。おお、好都合じゃねえか。さすがお嬢、いろいろなコネを持ってるな。まあそれなりにね。でもとても忙しい方だからクロスベル市にいるかどうか。どんな立場の方なんですか？多分知ってると思うけど、ディーター・クロイスっていうの。え？あ、なんだ、有名人なのか？ある意味知名度で言うならイリアさん並みかもしれない。ディーター・クロイス、大陸有数の資産家にして国際経済の中心人物の一人、現 IBC 総裁ですね。うわ、銀行のトップかよ。もともと父の古い友人だったの。祖父とも昔から親交があって、それで仲良くさせてもらっていて、娘さんは
私の幼馴染に当たるわね。そうだったのか。しかしそんな人だと不在だとしても仕方ないか。1年の半分くらいは外国を飛び回っているらしいから。でもダメで元々だわ。私の友人ならいるかもしれないし、尋ねるだけ尋ねてみましょう。ああ、そうしよう。しかし、これでなんとか捜査の目処がついたけど。メールの意図ですね。脅迫状もそうでしたが、どういうつもりなんでしょう。ま、せっかく向こうからわざわざ接触してきたんだ。ここはあえて乗ってみようぜ。そうね、行きましょう。 IBC ビルへ。